Hello, everyone, and welcome to the 55th episode of the Exploring Antinatalism podcast, a podcast all about the subject of antinatalism created by antinatalists. My name is Amanda Oldfans-Sukunik, formerly known as Frivolous Films on YouTube, and today I'm speaking with Japanese bioethicist, religious scholar, author, and founder of the 反出生主義研究会 の 水島です, also known as the Antinatalism Study Group, Jun Mizushima. And joining us to help with translation today is Exploring Antinatalism interview alum and co-founder of Japan's very first antinatalist organization, the Association of Anti-Procreationism in Japan, 無生殖協会, also known as the AAPJ, Asagi Huzumi. はい、それでは定刻となりましたので、11月の反出生主義勉強会開始していきたいと思います。So thank you so much to both of you for being here with me today. Welcome to the Exploring Antinatalism podcast, Mr. Mizushima. はい、Mizushima-san, podcast へようこそ。はい、ありがとうございます。Who is Jun Mizushima? はい、最初の質問です。まず、Mizushima Jun とは誰でしょうか？はい、出生主義研究会の、生命倫理相談所の代表をしている、水島淳と申します、主な専門は生命倫理学と宗教学で、日本の東京にある大正ユニバーシティで、修士号を取得しています。大学の大学院にもお世話になったことがあります。 Jun, why are you or are you not an antinatalist? はい、次の質問です、水島さん、あなたが反出生主義者であるまたは反出生主義者でない理由を教えてください、まあ、まず私は反出生主義者で、その理由としては出生主義の持つ、まあ、理性、その思想は、絶望に対して賛同できないという、なぜ賛同できないかというと、まあ、私個人の見解としては反出生主義というのは理性とか理論で、というよりもむしろ、子供を産みそうだという、ね、感情の部分で、作られている思想だと思っています。そういう意味で、一つの信念としては、尊重しますが、私自身としては、まあ自分の後継者たる子供を立てたいという気持ちを、まあ、私の思想としては持っていますので、その意味で、私は反出生主義者ではありません。 How did your interest in antinatalism first begin? の質問です。反出生主義にはどのようにして興味を持つようになりましたか？そうですね、まあ、きっかけとしては、立教ユニバーシティで、の大学院ですね、大学院の方で、ゼミに参加させていただいてるんですが、そちらのゼミで、ちょうど2020年かなの時に反出生主義というものがあるということで、教養科教授が、生まれてこんな学校され、まあ、2019年の特集なども読み、興味を持ちました。Okay, thank you so much. Outside of Wikipedia, the word antinatalism is still not included in or defined by any dictionary in the world in any language. In addition to this, the Wikipedia definition keeps changing. So how do you feel that antinatalism should, and should not be defined? 次の質問です。Wikipedia 以外では反出生主義という語はまだどの言語のどの辞書にも載っておらず、定義もされていません。また Wikipedia での定義も定まらずコロコロ変わります。反出生主義という語はどのように定義されるべきでしょうか、またはどのように定義されることを避けるべきでしょうか？そうですね、その問題に関しては、まあ、日本に限って言えばですが、日本ですと、ケイと呼ばれる、おそらく共同執筆をしている反出生主義者の団体がいますが、そういった団体に代表されるように、子供を生み出すこと、作っていくことっていうことを普遍的に悪だっていう思想が、まあ、反出生主義の定義として、まあ、今のところ一番有力視されるものかなと思います。ただそこにいろいろと付随するものがあるので、まだまだ定義化は難しいところではありますが、まあ、私自身が反出生主義を今後定義していく上で、付け加えてほしいと、反出生主義者の方に付け加えてほしいと思う点としては、経緯が特に典型的なんですが、生まれてこなければよかった
という思いは切り捨てるというのが、一部の反出生主義の定義に見られます。ただ、生まれてこなければよかったという気持ちから、反出生主義に入る方もいるので、そういった方は反出生主義グループに自分たちのその苦しみ、悲しみの、ケアと言ってもいいのかもしれませんが、癒しを求めているところがあって、そういった点から、自分の苦しみから反出生主義に入るという人たちがいます。しかし、まあ、経緯に代表されるような一部の反出生主義団体は、そういった、生まれてこなければよかったという嘆き苦しみというのは反出生主義ではないと、言い切ってしまっています。そういったところから、私としては、まあ、生まれて子供がね、子供を作り出すことが、普遍的に悪だという思想が、まあ、定義の中核になるのだろうけれども、生まれてこない方が良かったという嘆き苦しみというのを切り捨てない反出生主義の定義が作られていくべきだと、考えております。Why is it, do you think, that no one can seem to be able to agree on how antinatalism should be defined? 次の質問です。反出生主義というこの定義について人々が合意できないのはなぜだと思いますか？そうですね。まあ、やはり普遍性を求めるところが、原因になっていると思います。例えば私は子供を産まない、まあ、チャイルドフリーっていう思想ですね。であれば、まあ、他人に強要をしないので、いいんですが、やはり普遍性を求めるのが反出生主義。だ、ね、全員が子供を産むのをやめて段階的絶滅をに進んでいくというのが反出生主義の基本的特徴ですので、私は産まないけれど、あなたは産んでよいでは基本的にないという点が、やはり、全ての人に反出生主義は受け入れられない根源的な問題だと思っております。これは、これまでの宗教史を見ても、一番ね、信者数のキリスト教ですら、全人類をキリスト教化することは結局未達成で、結局は宗教間対話、いろんな宗教と仲良くしていきましょうというふうにカトリック教会なども舵を切っているように、やはり普遍的に全員が一つの教えを一つの考えを信じるというのは、やはり難しいのではないか。それが、全人類が反出生主義に合意できない、まあ、そもそも、人類という生き物は、一つの思想に全員が合意することというのは基本的にありえないというふうに考えております。From what I understand, you are the founder of something called the Antinatalism Study Group that seems to regularly have meetings and lectures, at least some of which, are recorded for YouTube. I've watched a lot of those videos, despite the fact that I don't speak Japanese. Fascinating stuff. What is the Antinatalism Study Group, also known as the Society for the Study of Antinatalism? I think I'm correct. I'm not sure. You'll have to let me know. How did it come about and who can attend these meetings? 次の質問です。水島さんは反出生主義勉強会というものを立ち上げて定期的に会合や講義をしており、少なくともその一部が YouTube に公開されているものと理解しております。反出生主義勉強会とは何でしょう？どのようにしてそれは作られたのでしょう？またそれにはどのような人が参加できるのでしょうか？まず反出生主義勉強会は、反出生主義研究会の企画として、立ち上げたものです。まず反出生主義研究会が立ち上がったのは、昨年の1月、まあ、今頃ですね。私の方で反出生主義の興味を持ったので、リサーチマップ上で、グループを立ち上げました。そこに何人か大学生、大学院生、あとは、お医者様などそういった方々が徐々に参加をされ始めたので、勉強会というのを定期的に開催するようになりました。で、勉強会をなぜ開いているかというのは、まあ、反出生主義の定義の問題もあったように、反出生主義には興味はあるけれどもよくわからないという人が結構いらっしゃるので、反出生主義研究会のメンバーだけで話すのではなく、広く、インターネット上で反出生主義に興味のある方をお招きして、勉強会を開くようになりました。参加資格に関しては、反出生主義勉強会に関してはよほど、攻撃的な方でなければ誰でも参加することが可能です。反出生主義研究会に関しても、参加希望があれば、よほど性格的に、輪を乱すような、もしくは反出生主義を絶対化して、
反出生主義研究会は反出生主義を客観的に見るグループですので、まあ、反出生主義の不況という言い方をすると語弊があるかもしれませんが、そういった方はお断りしますが、基本的にはどなたでも参加できるものとなっております。Excellent, thank you. What facets of antinatalism does the study group most focus on? 勉強会が、反出生主義勉強会が一番こう、まあ、注目しているところは反出生主義のどのような面なのでしょうか？そうですね。これは、まあ、反出生主義勉強会に参加している人一人一人に、よって違うところはありますが、私としては、いろいろな学際的に見た反出生主義という点に注目しています。つまり、私とかは生命倫理学とか宗教学から反出生主義を見ていますが、参加メンバーの中には文化人類学の視点を持っている人もいますし、医者という立場の方もいますし、森岡先生教授のように哲学を専門にしている方もいらっしゃいますし、一般の方もいらっしゃいます。そうした様々な考え方、反出生主義の中でも様々な考え方を持たれる人がいらっしゃいます。なので、そうした意見一つ一つに注目しながら、学際的に研究をすることを目的としております。で、反出生主義のどの部分に着目するかというと、私個人は特に生まれてこない方が良かったという部分に近年は注目をしておりますので、次回の勉強会に関しては、その生まれてこなければ良かったに注目した勉強会を開催予定です。Aside from the antinatalism study group, you also have something called the bioethics consultation office. Can you tell me a little bit about that as well? 次の質問です。反出生主義勉強会の他に、水島さんは生命倫理相談所というものもお持ちです。どのようなものなのか教えていただけますか？生命倫理相談所は、あらゆる生命倫理的問題、もしくは命に関わる問題に関して、お悩みの方の相談を乗るために設立した団体になります。現在は私一人で運営をしておりますが、ゆくゆくは欧米のバイオエシシストのような形の生命倫理カウンセラーというのを養成して、より多角的に命に関するお悩みの相談に乗りたいと思っております。これに関しては、通常のカウンセラーやメンタリストのような心理学的なアプローチではなくて、生命倫理の知識を生かしたアドバイスをするということを、特に目的としております。また、現在質問、相談に来られている方は、やはり自分は反出生主義なのかそうじゃないのかということをお悩みの方が、相談に来ることが多いです。From what I understand, you know, you have a lot of thoughts on how antinatalism intersects with religion. And so I was wondering if you could tell me, you know, all about, you know, your theory on this, about how it perhaps intersects with Christianity, how it perhaps intersects with Buddhism, other world religions. I'm very curious to know your thoughts on that. 水島さんは反出生主義と宗教の交わりについてお考えがあるようですが、どのようなご意見をお持ちなのかお聞かせ願いますでしょうか？はい、反出生主義と宗教については、先日森岡先生との対談でも話題に出しましたが、私自身は反出生主義は非常に宗教的な、部分があると思っております、例えばどこかそういうことかというと、まずやはり普遍性を求めるところというのはキリスト教的な布教の仕方、すべてのものは、キリスト教を信じねばならぬという信念とやはり似ているところがあるというのと、ただ、そしてまた、理性とかあるいは、生前の意思、生前の意思だと違うな、出生前の意思もしくは亡くなった後の意思というのが、存在しないというのはこの二つの信念を中核に持っていると考えております。ただ、この2つに関しては、あくまでも信念、信仰の段階であって、必ずしも、科学的ではなく、やはり宗教的な段階にあると考えています。
理性絶対主義的に、まあ、反出生主義は大変理性的であって論破不能だというふうに、まあ、インターネット上 SNS 上では言われることもありますが、実際には理性だけで考えたときには子供を産むという選択肢も出てくるはずだと私は考えています。なぜなら子供を産んでいかないと、まあ、それは理性主義というか利己主義に近いかもしれませんが、感情を一切なくして思想理性だけであって理詰めで考えていくのであれば、自分の苦を減らすためには子供を作って労働力を増やして、介護をしてもらわなければならない、そういったことがありますので、必ずしも理性だけで反出生主義が成り立っているわけではまずないと思っています。その意味でやはり理性信仰というところがあると思います。むしろ反出生主義というのは、子どもにですね、これから先の次世代の子どもたちに苦しい思いをさせたくない、そういったようなね、思いやりとか優しさといった面にこそ、反出生主義の本質があるように思います。そこを見落としてしまうと、やはり宗教的、信仰的なものになってしまうと思います。でもう一つは、死後の意識がないとか、出生前の意識がないという問題ですが、これは一見すると大変科学的で理性的にやはり見えるんですが、科学的根拠はないですね。日本の統計データだと生まれ変わりを信じている人は4割と言われていますので、これも反出生主義が、多数派になるのにはなるときに難しくなる点だと思いますが、4割生まれ変わりを信じるということは、反出生主義の同意不在論というのが、本当は同意しているっていう可能性も考慮しなければならないものとなってしまいます。ただし、これはどちらも、生まれ変わりがあるかないか、死後の意識があるかないか、出生前の意識があるかないかというのは科学的にも証明することはできませんので、ないかもしれないし、プラトンがエルの物語で描いたように、自分の生まれる前の時に、生まれ変わりの段階で自分の次の性っていうのを選んでいるという可能性もやはり捨てきれないと。リズムで考えていくと、どうしてもその可能性は今の段階ではゼロですとは言い切れない。そういった意味ではやはり、生まれ変わりなんてない、死んだらそれで終わり、生まれる前に意識はないっていうのもまだまだ信仰の段階を抜き切れていないのではないか。そういう意味で私は反出生主義に宗教性を見出しています。ただし、森岡教授との対談でも話に出た通り、これは宗教というのをどう定義するのか、反出生主義をどう定義するのかによってまた話が変わってくる問題だと考えております。Are you familiar at all with the phenomenon of Christian antinatalism? Certain passages of the Bible are quite antinatalist. There have been Christian sects in the past, such as the Cathars, who were some variety of antinatalist at the very least. And in more modern times, there have been books like No Baby, No Cry by Martin Smith, as well as The Child Free Christ by Théophile de Gouraud. I'm just curious if you have any familiarity with these works or this phenomenon at all. 次の質問です。キリスト教系の反出生主義、まあ、クリスチャンアンティネイタリズムと呼ばれるような現象はご存知でしょうか？というのも聖書には非常に反出生主義的な部分があって、カタリ派のような反出生主義的な宗派も昔はありました。最近ではマーティン・スミスの No Baby, No Cry や、ドジローの Child Free Christ というような本も出ていますが、そのあたりはいかがでしょう。そうですね、まあ、キリスト教は反出生主義的な面に注目するのは、ドジローの書籍を含め、いくつかは存じ上げております。ただ、ドジローなどの、聖書の中の取り出して、ほらここは反出生主義的だっていう指摘に関しては、聖書学的にしっかりとそれがどういう年代でどういう文脈でどういう意図でどういう歴史のもとで書かれたのかという考察が非常に欠けているので、本当に聖書を自義的に解釈して、ほら聖書は反出生主義的だと言っている、まあ、だけというような、ところがありますし、友人の牧師もそのように述べていました。また、カタリ派
や、キリスト教グノーシス主義のように反出生主義に近づいたキリスト教というものもありますが、基本的にはそういった、反出生主義に近づいたキリスト教というのは今まで異端として切り捨てられてきました。今後、反出生主義的なキリスト教徒というのが現れるとしたら、これも友人の牧師の言葉ですが、靴の問題をどうするかというのが争点になると思われます。キリスト教は苦痛を自ら引き受けるというね、イエスの受けた苦痛を引き受ける宗教ですが、反出生主義は苦しみをなるべく減らしたいという宗教ですね。なので、次世代の子どもたちの苦しみを減らすために反出生主義者が、今の生きている反出生主義者が苦しみを負うことができるのであれば、反出生主義的キリスト教っていうのは今後成り立ちうると思います。実際ね、苦しみを避けたいっていうことは、ところは反出生主義とキリスト教似ている部分もありますし、少なくともキリスト教でいうところの天国が到来すれば、この世から苦しみはなくなりますし、森岡先生の予想だと、子供を作るという行為も停止するだろうという予測がされますので、今後、その部分、苦しみを誰が背負うのかっていう問題が、このキリスト教的反出生主義において問題になってくると考えております。A great deal of antinatalism is anthropocentric in that it only deals with the procreation of humans. However, there are other forms of antinatalism that are sentiocentric, meaning they also place, a negative value on the procreation and existence of other sentient life forms of animals. What is your opinion of anthropocentric versus sentiocentric antinatalism? 質問です。反出生主義の大部分は人間中心主義的で、人間の生殖についてのみ考えています。しかしながら、通覚中心主義的とでも言うべき反出生主義、すなわち人間以外の有感生物の生殖や存在にも否定的な価値づけをする反出生主義の形もあります。そのような人間中心主義的反出生主義と通覚中心主義的な反出生主義について、水島さんはどのようにお考えでしょう。そうですね、生命倫理の立場で考えると、生命倫理というのは生命倫理も人間中心主義と動物や環境を含む生命倫理と2つあるんですが、私は広い意味の方の生命倫理で、人間だけでなく動物、環境、そういったものも考慮に入れた生命倫理を志しています。その意味で言うと、私も反出生主義は、人間以外の全ての有感生物に対して、広がっている反出生主義の方が正しいというか正当性はあると思っていますが、ただ、ここで問題となってくるのは、全ての有感生物に、苦痛を与えないとなると、まず反出生主義者は食べるものがなくなってしまうので、全員飢え死にしてしまうことになりかねません。植物も苦痛を感じるというようなね、研究データも出てきているので、今後食べられるものっていうのはどんどんなくなっていくでしょう。動物、食べられる存在に苦痛を感じさせたならないとなるのであればですね。ただ、そしてまたもう一つ、すべての有感生物に反出生主義の範囲を広げるというのは、人間以外の有感生物は自分の意思で反出生主義になることが、できない。Thank you so much. Thank you. Some antinatalists are not particularly concerned with going extinct or extinction in general. Some are anti-extinction and some are pro-extinction. What are your feelings on the extinction aspect of antinatalism? 次の質問です。反出生主義者の中には絶滅について特に何も心配していない人々もいれば、絶滅に反対している人々、逆に絶滅を推進する人々もいます。水島さんは反出生主義の絶滅という側面についてはどのようにお考えでしょうか。そうですね。反出生主義、ここでいう反出生主義を、子供を産み出すことは普遍的に悪であって、誰もするべきではないという思想であると捉えるのであれば、当然その先に待っているのは絶滅
ということになると思います。それを全人類が信じて実行するのであれば絶滅という形になると思っています。ただ、私はやはり全人類が反出生主義を、信じる、実行するということはありえないと思っていて、仮に多数派を取ることができたとしても、今度は、その反対勢力、少数派として、やはり子供を持ちたいという勢力が出てくると思っています。そのため、結局のところは、パワーバランスがずっとどっちに傾くかということであり、反出生主義がどれほど、広まったとしても、最終的には人類は絶滅しないと思っています。もし人類を絶滅させるべきだという反出生主義が、多数派になったとすれば、もう最終的には、ウイルス兵器を使って、全人類を殺してしまうか、もしくは地球を爆発させて有感生物すべてを消し去ってしまうか、そのぐらいのことをしない限りは、反出生主義から絶滅っていうことにはならないと思います。そういった意味では、以前日本で発売されて結構人気のある、正しい人類滅亡計画っていう本のタイトルは、やはり反出生主義を非常に誤解しているし、誤解を広めているように、感じております。What do you think of more recent works that have come out of Japan that deal with antinatalism, such as the work of Yu Shinada and Mieko Kawakami? 次の質問です。品田優氏や、川上美恵子氏が出しているような反出生主義を扱う最新の日本の書籍についてはどうお考えでしょうか。品田さんのについては今少しおっしゃいましたけれども。そうですね。ちょっと私も最近の書籍は追い切れていないところがありますが、やはり反出生主義を一面から見ている、まあ、反出生主義の定義が定まりきっていないので仕方がない部分はありますが、反出生主義を一面から見ている、もしくは反出生主義者にとっても不利になるような誤解を招く表現がどうしてもあるのかなというふうに見えます。ちょっと書籍の方は追い切れてないですが、結構 YouTube とかを見ると、随分となんか根拠なく反出生主義を批判してみたりとか、すごくなんか間違った反出生主義の理解をしている人がいらっしゃいますね。例えば、日本の有名人だとね、ひろゆきさんの動画でも反出生主義は面白いって言ってましたけれど、あの人の反出生主義理解はロングフルライフ基礎でしたので、それはちょっと若干違うんじゃないかなというようなところがあるので、やはり、森岡先生とかのような論、いわゆる論文を書くのに慣れてる人が書いている本以外に関しては、結構、真に受けずに自分でも調べないといけないのかなというのが、最近の出版されている本とか、また YouTube とか見ていて思うところでございます。Are you familiar at all with Asagi's work with the AAPJ? And what do you think of such efforts on the part of antinatalists to start organizing as activists? 次の質問です。無生殖協会の活動はご存知でしょうか？またそのように反出生主義の活動家が組織をなすことについてはどのようにお考えでしょうか？そうですね、無生殖協会様に関しては、インタビューや調査にご協力していただいておりますし、まあ、公式サイトやツイッターなど拝見させていただいているので、活動内容については、ある程度把握させていただいております。また、反出生主義が、組織化していくというのは、決して悪いことではないと思っていますし、思っています。ただ、反出生主義のグループがいろいろとできてくるのはいいんですが、やはりそのグループの中で、反出生主義の定義はこれ、それ以外の人は断りっていうような態度になってしまいがちなのかなっていうところを心配しております。先ほども少し述べましたが、例えば、生まれてこなければよかったという嘆きを持っている人は、こう自分は反出生主義者なんじゃないかと思って、反出生主義者のグループに入るんですが、誰もその嘆きについてのね、話はしてくれない。嘆きを
解消する方法は教えてくれない。これは、デイビッド・ベネターの本を読んでも一緒ですね。うん、これは、日本だと2019年の思想の中でも、指摘されていますが、反出生主義グループ、もしくは反出生主義の思想家というのが、まあ、生まれてこなければよかったという嘆きを排除してしまう。そこに、グループ化の危うさがあるかなと思っています。どうしてもグループが出来上がってくると、そこに、救いを求めて、まあ、教会ができるとね、そこに救いを求める人が来るかのように、反出生主義に救いを求めて来る人たちがいますので、あくまでも理論的な思想なんで、うちはっていうような、排他的な組織が出来上がってしまうと、なかなか、今後反出生主義グループ同士がまとまっていくのも難しくなりますし、反出生主義の方々にとっても、まあ、デメリットかなと。いろいろなものをこう受け入れられる反出生主義グループが出来上がっていく。そして、まあ、そうしたグループを本当に、我々研究者は、研究をさせていただく、そういった、関係ができることを望んでいます。Okay, so now I'd love to speak in more detail about your books and your essays, June. You have an incredible 6 different titles all about the subject of antinatalism, readily available on Amazon.com. I was wondering if we could just briefly go down the list one at a time and speak a little bit about each one of them. So the first one that you released was called, unless I'm mistaken, your first essay on the subject of antinatalism was called Bioethics Learned from Animation, Clone Designer Baby Antinatalism, which was published on May 5th, 2021. Before I ask a question about it, could you possibly say the name of this essay in Japanese? ご質問にお答えいただく前にですね、水島さんに本のタイトルを日本語で一つ言っていただきたくて、アニメで学ぶ生命倫理、クローンデザイナーベイビー反出生主義ですね。これを、水島さんの声で一度お願いします。はい、アニメで学ぶ生命倫理、クローンデザイナーベビー反出生主義という本を、出版しています。はい、ありがとうございます。So I was delighted to see that this work deals with antinatalism within both Pokemon and Mobile Suit Gundam. I'm a big Mobile Suit Gundam fan myself. I would love it if you could tell me a little bit more about this paper and the connection that you see between antinatalism and these animes. では質問に入ります。水島さんが反出生主義について書かれた本や論文などに強い興味を持っています。水島さんは反出生主義について6つもの著作をお持ちで、すべて Amazon で読むことができます。この6つそれぞれについて軽くお話しいただければと思います。まず1つ目、反出生主義について水島さんが出された最初の著作は2021年5月のアニメで学ぶ生命倫理、クローンデザイナーベイビー反出生主義であるものと理解しております。この本が本、ポケモンやガンダムの中に見られる反出生主義を扱っていることを知って大変嬉しく思いました。この本について少しばかり、水島さんが見出す反出生主義とアニメの間のつながりについて教えていただけますでしょうか。反出生主義とアニメというのは実はかなり昔からいろんなところで、つながりがあって、まあ、森岡先生とかよくアシュラの写真を載せたりとかしていますけれども、まあ、いろいろなところに反出生主義的な思想がある。私は、その中でも結構古い方のミュウツーの逆襲という、まあ、ポケットモンスターのアニメ映画を選びましたが、まあ、最近のアニメの中にも反出生主義が見られると、反出生主義的な思想が見られるというような、ことが言われています。ただまあ、最近のものですと、まあ、反出生主義が、人気だから取り入れたのか、それともたまたま、似た思想になったのかが、判別しにくい。そういった意味では、ミュウツーの逆襲は、1997年上映ですので、まだ、日本で反出生主義というのが今ほど、知名度を持っていなかったですし、インターネットも発達していなかった、時代に、すでに反出生主義につながる、まあ、考え方を、主要キャラクターがしているという点で、非常に興味深い作品だと思い、著作や論文の中で、何度か取り上げております。
で、ガンダムに関しては、反出生主義的思想が、あるガンダムは私は存じ上げてないですが、もしかすると、あるのかもしれません。Have you noticed an increase in antinatalism in other anime titles as well since you wrote that paper? From what I understand, there's also been some antinatalism recently in Attack on Titan. 他のアニメ作品でも反出生主義が取り上げられるようになっていることにはお気づきでしょうか。最近、進撃の巨人で反出生主義が扱われていたと私は理解しているのですが。そうですね、インターネット上の SNS、ツイッターなどで、反出生主義が、進撃の巨人の中に見られるという話は、伺ったことがあります。ただ私は、直接確認を取っていませんが、それが、反出生主義をやはり、取り入れて書いたのか、たまたま同じになったのか、そのどちらかなのか、一度著者の方に聞いてみたいと思っています。Your second work on antinatalism is called In This Dying World, Antinatalist Story. And I was wondering if you could say the title of that work, in Japanese for me. And this was released on August 13th, 2021. Is this a novel? 次の質問です。水島さんの2つ目の反出生主義に関する著作は、滅びゆくこの世界で反出生主義の星の物語。で、2021年8月13日にリリースされました。これは小説なのでしょうか？はい、こちらは小説として、反出生主義が多数派になったらどのようなことが起こりうるのかというのを、素晴らしい新世界などを参考に書き上げてみたというものになります。はい、この小説のタイトルだけ単独でもう一回お願いできますか？はい、今お話しした小説のタイトルは、滅びゆくこの世界で反出生主義の星の物語でございます。This is one of your works that I most wish I could read, honestly. I'm always really interested in, you know, works about antinatalism that are, you know, fictional, that are, you know, stories about antinatalist futures. So can you tell me anything you can about this work? I'm just really curious to know more about what this is about. この作品について、英語で読めればいいのですが、私はできないので、ここで教えていただけることがあれば教えていただきたいです。はい、こちらの小説に関しては、現在は、Amazon 以外にも、いくつかの日本の小説投稿サイトでも無料公開をしているので、まずそちらの方でのはコピペができるサイトもあると思うので、そちらをコピペしてもらったり、Google 翻訳にかけてもらったりということは、可能かと思います。で、内容に関してですけれども、まず先ほども述べたように、そしてタイトルにある通り、反出生主義が多数派になった世界を想像してみたという、SF チックな作品となっております。反出生主義が、多数派になって、少数派を減らしていくという段階で、反出生主義法という法律が、制定されるというところから物語は始まります。反出生主義法は、中絶とか、避妊手術、そういったものを規定し、最終的に最後の一人の、人間も苦しまないで済むように、ロボットを使って労働力や介護要員を確保し、最後の一人が死んだ後は、エデンという作中に出てくる架空の地球によく似た星を爆破することで、すべての有感生物を滅ぼそうという、そういった、政府の方針が描かれた世界観の中の物語となっています。主人公は、それに対して少数派、子供を持つ、好きな人と愛する人との子供を持ちたいという感情はそれほど否定されなければいけないものなのかという疑問を持って、多数派に立ち向かうわけですが、小説の中では、最終的には少数派が敗北をして、多数派の望む通り、全員滅んで終わりということで、滅びゆく星という物語は終わるわけです。そういった、ストーリーとなっております。
In recent times, there have been a few other novels that deal with the idea of an antinatalist world, such as Last Call for Heroes by Connor Garcia and The Offset by Calder Shevchek. I know that sadly neither of those works have been translated into Japanese. I hope eventually they will be. But are you familiar with either of those two books? 次の質問です。最近ではコナー・ガルシア氏の Last Call for Heroes や、コルダー・シュチャックの Offset など反出生主義的な考えを扱う小説がいくつか出てきています。残念ながらこれらはどちらも日本語には翻訳されていませんが、水島さんはこれらの作品はご存知でしょうか？そうですね。反出生主義を扱った小説に関してはまだちょっと、追い切れてない状況です。The third essay slash book that you wrote was released on August 19th, 2021 and was called An Introduction to Antinatalism. You can understand with chicks, the series that even chicks can understand, which is a great title. I'd love it if you could say the name of that particular work in Japanese as well, if you wouldn't mind. And also, so this is part of a series, if I'm not mistaken. I'm highly intrigued by this work. I don't know much about it. Can you tell me more? 3つ目の著作、2021年8月のひよこでもわかる反出生主義入門です。これはシリーズの中の一冊と思ってよろしいのでしょうか？また私はこの作品にとても興味を惹かれるのですが、これが何なのかあまりよくわかっていません。この作品について少し教えていただけますか？はい。こちらは、まあ、ひよこでもわかるシリーズというシリーズの第1作目になります。で、内容に関しては本当に反出生主義の入門書にあたるものが、まあ、私の知る限り日本語で書かれたものはあまりないです。まあ、森岡先生の本が一応幅広く取り扱っていますが、やはり素人が読むにはちょっと難しいかなというところがあるので、森岡先生の研究などを参考にさせていただきながら、反出生主義とは何ぞやと、どういう反出生主義の理解ができるのか、反出生主義っていうのは、どんなものなのか、そういったことが、初学者でも学べるようにということで、比較的噛み砕いた、言い方をして書いているものになります。ただ、噛み砕いている分、もしかすると誤解を招く、語弊を招くような表現もあるかもしれませんが、こちらはあくまでも入門書として書いたものですので、基本的には反出生主義に関心のある方であれば、大抵はご存知の内容かと思います。ただ、反出生主義とは何かまだわからないという人に関しては、非常に、勉強になる。短くて読みやすいものを目指して書いたものでございます。次に移る前に、この本のタイトル、ひよこでもわかる反出生主義入門というのを、水島さんの声で一回お願いします。はい。今までの話は、ひよこでもわかる反出生主義入門のお話でした。I'm fairly certain I found this quote on the Amazon.com page for this particular book. In this quote, you say, I analyze antinatalism extensively and aim to overcome it. So I'm curious to ask you, why is antinatalism something, in your opinion, that needs to be overcome? Amazon のこの本のページで、筆者は反出生主義を広く分析し、その乗り越えを図ったというような引用を見た記憶があります。なぜ反出生主義は乗り越えられるべきものなのでしょうか？そうですね。まあ、一つにはまだ反出生主義というのも、完璧ではないというところがあると思っているというのがあります。哲学の用語にアウフヘーベンという言葉がありますが、反出生主義もまた、これから別の思想とぶつかり合って、また上位の思想になっていくと思っております。例えばですけれども、今後反出生主義が、全人類に浸透させていくのであれば、当然今、人類が信仰しているキリスト教、これが今一番信仰されている宗教ですけれども、キリスト教、これから一番になるだろうと言われているイスラム教との、対立というのは避けられないものと思っております。なので、反出生主義もまた、
一旦は乗り越えられて、まあ、さらに、まあ、キリスト教的反出生主義になるのか、もしくは、イスラム的な反出生主義になるのか、それとも宗教を打倒してより理性的な思想となっていくのか、そういった意味で、乗り越えるというような表現を用いております。 On November 20th, 2021, you released your fourth work on the subject. It was a release called Report on the Antinatalism Research Association, Consider a Society Where Antinatalism Has Become the Majority. So unless I'm wrong, this was a transcript from one of the antinatalism study group meetings. Would love to know anything that you can tell me about this discussion.2021年11月20日に水島さんは反出生主義研究会開放、反出生主義が多数派となった社会を考えるをリリースされました。これは反出生主義勉強会の書き起こしだと理解しています。どのような議論がそこで行われたのか教えていただけますでしょうか。はい、今、ご指摘いただきました反出生主義、研究会開放に関しましては、おっしゃる通り、勉強会の議事録の形をとっております。で、どのような議論を交わしたかといいますと、まず叩き台として先ほど出てきた滅びゆくこの世界でという小説を叩き台として、多数派になったら、法律はできるのかどうか、というところから議論を始めていきました。そして、やはり法律になる段階として、政治の世界に進出していくのかとか、優生思想と反出生主義はどこがどう違うのか、そしてまた反出生主義が、逆に政治に利用されてしまう危険性、そういったことについて、無聖職教会様も交えて、議論をさせていただきました。はい、次に移る前に、このタイトルをフルで、もう一回だけお願いできますか。はい。日本語で。はい。反出生主義研究会開放、反出生主義が多数派となった社会を考えるについてのお話でした。はい、ありがとうございます。Another release was on December 14th, 2021, and it was an interview with Professor Masahiro Morioka. Interview with Professor Masahiro Morioka, The Past, Present, and Future of Antinatalism. So I wish I could read this. I'm wondering if you could just tell me a little bit about what it was that you and Professor Morioka discussed. And I'm curious if you can tell me a little bit about how your ideas on antinatalism are either, you know, similar or different from that of the professor.2021年12月14日には水島さんは森岡正弘教授のインタビュー、哲学者森岡正弘先生に聞く反出生主義の過去と現在と未来をリリースされました。私もこれを英語で読めればと思うのですが、森岡さんとは何を議論されたのでしょう。また水島さんと森岡さんの反出生主義に対するお考えがどう類似しているのか、またはどう違っているのか教えていただければと思います。はい、こちらのね、哲学者森岡正弘先生に聞く反出生主義の過去と現在と未来というのは、反出生主義勉強会の中でも一番盛大に開かれた勉強会の内容をもとに、書いたものでして、主に私の方から、私の方で、反出生主義研究会の方で出ていた、もしくは過去の勉強会で出ていた疑問や、私自身が反出生主義を研究する上で、持っていた疑問を題材に、8つの質問に森岡先生に答えていただきました。一つが、反出生主義宗教説ですね。で、私の方の、説としては、反出生主義にはやはり宗教的な面があるという意見私は立てましたが、森岡先生からはやはり反出生主義との定義および宗教というものの定義によってやはりそこは変わるものではないかというご意見をいただきました。例えば、宗教というのが神仏超常的なものを祈るに対して祈るというものが宗教なのだとすれば、反出生主義は宗教ではない。だけれども、水島が言うように、反出生主義は普遍性を求めるというところにキリスト教的なものを見ることも当然できる。
そういったような議論が開く、をしました。で、第二質問としては、虚偽の反出生主義というものを森岡先生が、定義されています。それについて、それをなぜ立てたのかということを森岡先生に伺いました。で、それに対する森岡先生の回答としては、先ほども私が述べたように反出生主義というのは、理論的に論破不可能な最強の思想だというふうに言われているけれども、本当にそうなのかどうかっていうのを、研究したいという森岡先生の、実存的な関心に基づいて、教義、反出生主義の中でも対象を狭めることによって、そこからフォーカスして研究していく方法が、やはり、やりやすいのではないかということで、行ったというお話を伺いました。で、三つ目の質問としては、私のこれは研究課題について、森岡先生ともお話しさせていただいたんですけれども、基本的自尊感情、と社会的自尊感情というものがありまして、それらと反出生主義の、関連について森岡先生に伺いました。で、これは、無聖職協会様にもアンケートをにご協力いただきましたが、基本的に反出生主義の人というのは、生まれてこない方が良かったですかっていうふうに質問すると、はい、生まれてこない方が良かったですっていうふうに回答されるんですが、基本的自尊感情を測ってみると高いんですね。この基本的自尊感情が高い人っていうのは、生まれてきて良かったと思っている人というふうに、日本の近藤先生が定義をされています。それに、その、矛盾はどうして生まれてくるのかということを森岡先生と、対談いたしました。森岡先生の、ご意見としては、自分はたまたま、基本的自尊感情が高い環境に生まれることはできたけれども、一般論で考えたら、生まれてこない方が良かったんだというふうに答えているのではないかというふうなご指摘をいただきました。そこで、私と森岡先生共通で不思議に思っている点は、自分はたまたま良かったから、みんなも、次に生まれてくる子どもたちもたまたま良くなるようにみんなで頑張ろうではなくて、人類絶滅しようの方向に進んでしまうのはなぜなんだろうかという点が、疑問として残ったところでございます。で、4つ目の、質疑としては、ペシミズムと反出生主義ということですね。ショーペンハウアー、ベネッタ、シオランといった、ペシミズムでも、もう反出生主義とも取れる思想家たちが、いるけれども、森岡先生はどうお考えかということを質問しました。その結果としては、確かに、シオラン、ショーペンハウアー、ベネタっていうのは、全身ペシミストであって、同時に反出生主義者でもあると見なすことができる。だけれども、ニヒリズムではない。というのが森岡先生からの回答でした。で、5つ目の質問と内容としては、信仰と反出生主義ということで、信仰と反出生主義っていうのは、どう両立しうるか、もしくは両立しえないのではないか、そういったようなお話をしました。で、森岡先生の話としては、やはり宗教、反出生主義の定義が何かという問題がありますが、例えば原始仏教に関しては、反出生主義でもあり、宗教でもあるのではないか。そういったようなお話をしていただきました。また、グノーシス主義ですね。これもキリスト教の異端派ですけれども、同時に仏教的な思想を持っていて、反出生主義的な思想を持っている。そういった、宗教の一形態でありました。というようなお話をしていただきました。ただ、これが、大乗仏教の話だとどうなのか。っていうようなところが、今後の課題としてあります。で、第6の質問が、ビーガニズムと反出生主義ということで、ビーガニズムと反出生主義の関係って、森岡先生はどのようにお考えかというお話を伺いました。で、ビーガンと、反出生主義っていうのは、行ったり来たりしやすい思想であるというのは、事実なんだけれども、事実だというかね、考えやすい、事実としてありそうだというお話と、ヴィーガニズムと
インド型反出生主義、反出生主義、まあ仏教です、原始仏教ですね。それがどちらもインドから生まれたというのが、非常に興味深い点だというふうに伺っております。で、政権王とは最後7質問が、政権王と反出生主義ということで、まあ、反出生主義を主張する人たちの中には政権王、まあ、セックスへの嫌悪や、異性愛規範への嫌悪を反対っていう立場を表明されている方もいらっしゃるのかどうかというのを森岡先生に聞きました。これらに関しては、論理的なつながりはないけれども、両方を政権をと反出生主義、異性愛規範への反対と反出生主義の両方を持っていることはあり得るだろうというふうに、おっしゃっておられました。ただ、政権をの反出生主義者の場合は、セックスを完全に介さない、出生というものが完成したら、それでも反出生主義で居続けるのかが、森岡先生の疑問だというようなお話をいただいております。で、最後の、質問としては、ヴェネッターの自殺を否定した論理っていうのは、完璧なんだろうかというお話で、森岡先生からの回答としては、ヴェネッターの自殺批判論を、まあ、そもそもヴェネッターが自殺を全面的に批判しているわけでもないので、まあ、批判論っていう言い方もできるかどうかわからないが、少なくともヴェネッターが自殺はダメだよねって言っている理由に関しては、とても、普通、誰でも言えそうなことしか言っていないというような、回答をいただきました。こちらの解放に、こちらのね、哲学者森岡先生、正弘先生に聞くっていう本に関しては、そういった内容が、議事録として書かれています。また、巻末には、私と、森岡先生の対談だけではなく、オーリエンスからの質問と質問への回答も記載しております。It's interesting how in some ways both you and Professor Morioka, you know, seem to be kind of testing the boundaries of what antinatalism is. I know you and I kind of discussed that in emails a little bit. Perhaps more so than anyone else, you and Professor Morioka, perhaps more so than anyone else, and in ways not seen anywhere else in the world, really. It's curious to me that two such radical departures from what could be considered traditional antinatalism have now come from Japan, and I'm assuming both by non-antinatalists. So do you have any thoughts on like why this could be? 水島さんと森岡さんの2人が反出生主義が何であって何でないかの境界線をかなり集中的にかつ新しいやり方で見つけようとしているように見えるのは面白いものです。そのような伝統的な反出生主義からのラディカルな逸脱とでも言うべき研究が日本からしかも反出生主義者でない人たちから登場したのは大変興味深いことです。なぜそのようなことになったのかについて水島さんは何かお考えはありますか？そうですね。まあ、一重には、まあ、森岡先生のお力がまあ強いというのはあると思いますが、まあまあ、森岡先生がまあ分かりやすくいろんな反出生主義を多方面から、ね、考察する本を出してくれたので、一気に反出生主義研究のハードルが下がったっていうのがあると思います。また2017年にデイビッド・ベネターの、生まれてこない方がよかったも、日本語訳がされていますので、まあ、そういったのも、時代的に今のちょうど2020年以降というのは日本において反出生主義が研究しやすい、土壌ができ始めた段階だと思います。ただ、反出生主義まだまだ未開の分野も多く、森岡先生もあくまでも哲学的な考察が中心ですので、私は、まあ、森岡先生とは違う方向、生命倫理学とか宗教学とか死生学とかから、やっていきますし、まあ、他の方々も、それぞれの、ね、文化人類学だったり哲学だったり社会学だったり医学だったり、そういった方面から、やっていく、そういったことが、自由に、ね、研究していける、ね、土壌がまだまだ残っているっていうのが大きいのかなと思います。やはり、海外ですとヴェネターの影響力が強くて、
ベネタが何か新しい意見を出しても全部ベネタが批判して回ってしまうので、再批判をして回ってしまうので、なかなかね、若手が、やりにくい環境にあるのかなと推察しております。Your most recent work dealing with antinatalism was released just over a month ago on January 7th, 2022, and is called Examining the Philosophy of the Meaning of Life from the Perspective of Caring for Those Who Grieve and Wish They Had Never Been Born. I really don't know anything about this work at all. I was just curious if you could tell me whatever you wish about it. I'm very curious about it. 水島さんの最新の反出生主義に関する著作はちょうど1ヶ月ほど前、4月7日にリリースされました。生きることの意味を問う哲学を検討する、生まれてこない方が良かったという嘆きのケアという視点からです。この著作について私はまだ何も存じ上げていないのですが、これについて少し詳しくお聞かせいただければと思います。はい、こちらに関しては、2019年の現代思想上で森岡先生が対談をなされているんですが、その対談のタイトルが生きることの意味を問う哲学なので、そこから取ってこの著作は生きることの意味を問う哲学を検討する、生まれてこない方が良かったという嘆きのケアという視点からというふうに名付けました。でこの本の内容に関してですが、基本的にはそうですね、一つには、基本的には大きく分けて二つの流れがあるんですが、一章に関しては森岡先生と、戸谷先生の対談の要約、どういったことが、対談されて、どういった議論がなされたのかっていうのの詳細な分析に当てています。そして二章では、その分析、二章と三章は、その要約の中で私が特に気になった二点を重点的に扱っています。2章で扱ったのが、生まれてこない方が良かったというね、嘆きのケアの必要性。そして3章が、生まれてこない方が良かったが、私が生まれたことで幸せになった人の幸せを無にしてしまうという問題について、検討したものになっています。2章に関しては今、さらに拡充して、5つ個の論文として出そうとしているんですけれども、これは先ほどから、少し述べていますけれども、やはりこの生まれてこない方が良かったっていう嘆きに関して、ベネターとか、あるいは一般的な反出生主義団体では、なかなかケアしきれない部分があるのではないかというふうに考えておりますので、私としては、その嘆きを抱えて、今を楽しく生きられないという人に関しては、必要に応じてケアも、あるべきなのではないかということを論じています。で第3章に関しては、生まれてきたことによって、私が存在したことによって、幸せになった人の幸せを無にしてしまう。生まれてこない方が良かったっていう言葉が、それを無にしてしまうという問題について、ガンダムシードというアニメーションの、一つのね、ヒロインと主人公のやりとりから、考えてみました。主人公が、自分がね、特別なその遺伝子操作を受けている、数々の犠牲の上で、成り立った存在であるということを知って、自分は生まれてきちゃいけなかったのかと迷うシーンに対して、ヒロインが、私はあなたに出会えて幸せです。私はあなたにいてほしいというシーンがあります。このシーンから私が考えられることに関しては、両親が、自分の幸せのために、親になりたいがために子供を産むというのは、確かに自分勝手なことなのかもしれないけれども、子供を産むということによって誰かが幸せになるっていうこともやはり検討されねばならない。確かに私が生まれることによって誰かを不幸にするかもしれないけれども、幸福にするかもしれない。それは、その生まれてくる命の道具化ではないんじゃないのかということを、検討した内容となっております。June, are there any plans to translate your books and essays into English or any other languages in the future? 水島さんの本や論文などを英語や他の言語に
翻訳する予定はありますか？そうですね、まあ、英語圏の方から要望があれば、翻訳する予定ではありますが、機械翻訳になってしまうのと、まあ、ネイティブで、ね、添削してくれる人がいないので、かなり安い値段で機械翻訳したものを、公表する予定は、検討しております。What are your plans for future research into the subject of antinatalism? Do you expect antinatalism will continue to be an important piece of your work moving forward? 出生主義の研究を今後どのように進めていくおつもりでしょうか？そうですね。今後については、やはり生まれてこない方が良かったという嘆きに注目して、それをどうケアしていくのかというのを、死にたいっていうね、絶望の言葉とそのケアというものと比較しながらやっていきたいと思っております。Where can people find you, June, and how can people help support your work? 水島さんをインターネット上で見つけて活動を支援するにはどのような手段がありますか？何かこうソーシャルメディアだとか寄付の手段だとかそういったものはあるのでしょうか？ツイッターのアカウントに、生命倫理相談所というアカウントがありますので、そちらからご連絡をいただければ、寄付等の受付もそちらでしております。また、そうですね、そちらのツイッター上のアカウントか、あとは、一部の電子書籍のとにも書いたかなと思うんですけれども、反出生主義研究会用の、メールアドレス、もしくは、今回ご連絡いただいた、私の方のメールアドレスにご連絡いただければ、ご支援の方していただけるというお話があれば、ぜひ、そのお話を お伺いしたいと思っております。June, is there anything else that you're working on, especially related to antinatalism, that we maybe didn't get a chance to speak about today, that you'd like to talk about before we close up? このインタビューを終える前に何かまだこう水島さんがお話ししていないこう反出生主義に関する著作だとかそういったものはありますか？そうですね、著作に関しては、今挙げていただいたもので、全てだと思いますが、リサーチマップのサイト上には、その他にも反出生主義関連で使用した、レジュメや、PDF の資料、パワーポイントの資料などが、記載、されております。そちらは、全て無料でダウンロードできる PDF の形式のものとなっております。また、森岡先生の現代生命哲学研究の方では、ミュウツーの逆襲と、アニメミュウツーの逆襲と反出生主義という、正式な論文もこちらも掲載しておりますが、こちらも無料で、ダウンロードすることが可能となっております。でまた、そうですね、反出生主義について最後にあとは言っておくこととしては、ちょっと今回ね、反出生主義について否定的な、意見が多かったかなと思いますが、私自体は、反出生主義の思想そのものを、否定するつもりも、反出生主義者を差別するつもりもありません。ただ、それを全員に強要するっていうなるのであれば、それは倫理的にどうなんだろうというようなことは、言わざるを得ない、そういう立場でございます。Well, first of all, I just want to say a really, really incredibly special thank you to Asagi for all of your help today in translating back and forth between June and I. This really couldn't happen without your help today. So thank you so much, Asagi. And June, your work is fascinating. I hope to be able to engage with it further as time goes on, as hopefully more things get translated. Just thank you so much for being my guest today on the Exploring Antinatalism podcast. It's been a real pleasure speaking with you.はい、水島さん、本日はこのポッドキャストにお越しくださいましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとう。 To learn more about the work of June Mizushima, please follow him on Twitter, subscribe to him on YouTube, check out his research map profile, and find all of his books on Amazon.com. Links below.
You can also follow the work of Asagi Huzumi and the AAPJ on the AAPJ website, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and also make sure to check out Asagi's interview on the Exploring Antinatalism podcast, episode number 36. Links to all this and more below. Thank you for listening to the Exploring Antinatalism podcast. This has been Amanda Oldfan-Suknik. You can find me on the YouTube channel Antinatal Wolf. Keep up with my daily antinatalist news updates at Antinatal News on Twitter. Please follow the podcast on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and you can listen to the podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, Buzzsprout, Stitcher, SoundCloud, Amazon.com, RSS feed, and so many other platforms. Email me at exploringantinatalism@gmail.com. www.exploringantinatalism.com was designed by the incredible Visions Noirs. Please follow him at www.bionoir.com and follow him on Instagram. Logo art by the amazing Life Sucks. Please subscribe to him on YouTube and check out his amazing merch at www.etsy.com/shop/lifesuckspublishing. Music by the wonderful I Doubt It. Subscribe to him on YouTube and check out our collaborative project along with our friend Evil WV, The Right to No Longer Exist, which includes the podcast, The Right to No Longer Exist, A Right to Die podcast. All the best, and bye for now.